あ、やばい、うわ、何こいつら。What's up YouTube。 はい、ってことで皆さん、いきなりなんですけど、オール NBA チームってご存知でしょうか。毎シーズンこう優秀な選手を選ぶんですけど、ファーストチーム、セカンドチーム、サードチームみたいな、スポーツライターとかキャスターの投票で行われるのかな。まあそういうのがありまして、で今年がですね、5月末に確か発表されたんですけど、ファーストチームからサードチームまでで、まあだから合計15人発表されるんですよ。でファーストチームがドンチッチ、ブッカー、テイタム、ヤニス、ヨキッチ、これがファーストですね。でセカンドチームがカリー、ジャモラント、デローザン、デュラント、エンビード、こっちの方が強そうだけどね。でサードがトレイヤング、クリス・ポール、レブロン、シアカム、タウンズですね。でしかもなんとこのファーストチームに選ばれた今このスタメンにしてるんですけど、これが全員27歳以下なんですよね。はい、もう世代交代ですね、完全に。でですよ、はい、まあ問題こっからなんですよ。まあこのオール NBA チーム、ファースト、セカンド、サードを全部こう15人ウォリアーズにぶち込みました。でブルズを操作するんですけど、いや待てと、選手はいっぱいいるぞと。なのでちょっと私が選出しました。まあだから選出というよりは、現実でももちろん、選ばれてないのかっていう人もいるし、まあ、もちろんね、怪我とかもあったし、シーズンの不調だったとかもあるから、メーターだけ見ると全然戦えるよね。これもね、なんか結構選ぶの難しくて、なんか現実では結構活躍してるけど 2K でメーターが低いとか、それだとちょっとまあいろいろ考えながらやって、意外とやっぱね、結構あーこいつも入れたい、こいつも入れたいってなっちゃうと結構ね、難しかったんだよね、作るの。あーこいつも入れたい、こいつも入れたいってなったんだけど、 2K 的なメーターがね、なんか低かったりして選ばれなかったら詰まるから、 2K 的な部分で選んだかもしれないですね。これ結構戦えるよね。ということで、まあとりあえずやりましょう。まあなんでブルズかっていうと特に理由はありません。こっちは黄色。よし、これでいきましょう。でもヤニスとかエンビードとかヨキッチとかあっちに取られちゃってるんだよ、全部。あっちに取られちゃってるとか、こっちが勝手にやってるんだけど。ただ勝つよこれは。コンピューターにやらせようと思ったんだけど、どうせグダってさ、つまんない感じになるから、もう分かってるから、意味わかんない。あいよ、勝とうよ。バトラーがいるから大丈夫じゃない。こいつも超使えるから。こいつって、はいよ、イエス。ただメンツ的にはね、この全然悪くないよねこれね。怪我問題とかあるからね。残りや、はい、チャージング。さあヒゲの旦那、うまい、気持ちいい。ジミー・バトラーが地道に地味なことをコツコツやってるよ、すごい。エディ強くね。おい、どうしたよ俺 NBA チーム。はい、グリー取れる。はいよ、強くね。あ、これチャージングだな。あー、しゃあない。出た。あ、わお。あ、打っちゃった。あー、もったいね、今のパス出したな。ちょっと癖もんが多いかもしんない。なんだろう、そうでもないか、そうでもないか、みんな癖もんか。最強これ、アンソーニー・デイビース。結構負ける気しねえんだけど、いけるよなこれ。どうしたオール NBA。 超使いやすいからね、カイリーも。でレオン、ああレオナルド取れ。どうした、ヤニス放っとけ。
あ、グリグリグリ。絶対打つこれ。打たない。ちょっ帰ってるよね。オッケーオッケー。え、あ、エアボール。中に入れて。あー惜しい。痴漢、痴漢すな。あそこなんで、そこ開けちゃうのよ。決めてくる。オール NBA を倒すんだ。絶対無理だよそれ。てかハーデンのあのステップバックさ、絶対ゲームじゃ使えなくない？こっから、いやこれ打てないでしょ、どう考えても。これぐらいなら打てるけど。あ、それこそでもベンシモとか入れればよかったな。通勤的だから。タッパーあって、能力値もあって。ちょっとやっぱタッパーが足りない気がする、これ。ヨキッチとか全部取られちゃってるかな。うこれ入れるだろう。入れてからの何してんの。ぽい。あー、ちょっとポサをイメージしました。ハーデンとカイリーしか攻めてない気がするんだけど、そんなことない。チェック、リバウンドね。明日かゲーム2は。強い。でもマジで世代交代だよね、 NBA も。 OK、 チェックいった。リバウンド取れる。あー惜しい。あ、でもこのバトラーのブルーズのユニフォームなんか懐かしいね。チェック入ってる、入ってる、ゴー。こういうこともやっていくか。誰でやるんだろう、レナーとか。いや打てないな、あれ。アンソーニー・デイビスに入れて、いて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 。うわ、めんどくさい選手いっぱい出てきた。ここでやっちゃうよ。やっぱ見せていかないと、視聴者を楽しませなくちゃさ。よっ、ジャモーラントとかはセカンドチームですかね。ああ、イディエンスだ、さすがデローザン。さあザック・ラビン、リバウンドいける。でもこれリボーシャー、あ、くそ、あ、すいません、アンクルブレイクなんて勝手に。カリーがセカンドチームっていうのがちょっとねびっくりしたけど。ああ、え、これ、ちょ、これは違うと思うよ。 OK OK。 デイムデイムも意外年なんだよね。なんでブルズにしたんだろう俺。せっかくならボストンとかにすりゃよかったね。ワオ、パス回して、あ、ザイオンも選んだんだ。ぶちかましてみる。全然ぶちかませなかった。ザイオン呆れてるよ、アウさん。時間ないよ、打たせんなこいつ。よし、ないだろ、危ねえ。パス回してフロッピー行こっか。フロッピーディスクだ。誰だ、
補助だ。かからない。時間ない。あーちょっとぐちゃぐちゃやりすぎた。やっぱ癖があるやつが多いな。あー余計なファールを。ザイオンいつ戻ってくる。やっぱ追いつかれた。来たんじゃない？いやー入んない。マジでいい感じ取れる。いい感じで打ったと思うけど出た。よしすげえいいディフェンス。プレッシャー狙われたな。いやーこれ厳しい。そこじゃない。あー遅い。アンソーニー・デイビースにダブルチーム来てなかった。アンソーニー・デイビースって何。あうまい。危ねえ。チャージング狙うわ。はいチャージング、ありがとう。さあどうする。これでいいか。ああ危ねえ危ねえ。ああそれ入っちゃうな。ハンドオフ渡して、あ取られる。これ絶対あ取られないんだ。ディフェンスがいい。あーリバウンド取れ。こいつ一人で頑張ってるよ。グレイ。おーマジか。さあ今からでも遅くないぞ。オール NBA 選んでくれ。遅いんだよもう終わったんだよ。あーくそ読まれてた。あれレイドン出してもよかったかもね。誰だレイドン。ハーデンかな。はいチャージング。このチームでやるとやっぱ面白いな。みんなすごい能力高いから。すごいワンのワンだ。ノー。はいやられたらどうすんだハーデン。やり返す。はい。あーチェック来られたか。アンソニー・デイビス一人で頑張ってるよ。なんかお前らがジャジャ馬だから。はいグレイ。あーグレイ。いやーきついそれは。 KD の旦那それはきついって。おお、なんで前行くんだよ。あーバトラーっぽい。そうだよな、バトラーこそな。全然選ばれてもチャージング狙うわ。ダメだ。わーおジャジャウマだなこいつ。これ唐突のダブルチーム。ああこれ入んねえな。チェック来られた。あやばいこれ痛い。その3はダブルチーム来んな。ここハーデン前棒。かけろスクリーン。時間がない。おお決めた。すごい意地で決めましたね今。まずいんじゃないこれ。絶対止められねえあれ。中がいないな。ああ世代交代か。
わお、やばい、お前か、あー崩壊してる、タイムアウトだこれ。時間ねえぞ。あー帰り、いけいけ、なぜ俺を選ばなかったんだと、そういったその顔で後世を見つめるだけやる。めっちゃ帰ってる。 GO。 ハーデン、ハーデン暴走機関車だな、出せない。ワオ、やっぱ強いかもしんないこれ。なんだろう、何の差だろう。ワオチャージング、うわすごい。レナードもな、怪我がなければ歩かなかった。うまいけどめちゃめちゃ。わお、ファールだよこいつら、取れる。あ、もう時間ないのか。さあどうする、誰で来るのこれ。エンビードで来るのかな。ないっしょ。えい、入った。おすごい、よく届くな、まこちゃんかよ。転がすわ、誰に向けての転がすわな。取り組んだ帰り。カモン、わーお、やっぱ怪我してなければレナード最強説あるかこれ。たった一本のスリーだけで。チャージング打ちやすいな、レナード。ザイオンとか信じられないぐらい打ちにくいかな。わーお、やっぱここはレナちゃんでいく。じゃあスクリーンレシーブで。うわー惜しい、レナちゃん。いやー、デュラント結構点取ってる気がする。まさかウォリアーズのユニフォームを着るとことになるとはな。またあー嘘、あれ取んないか。ちょっとその男止めようよ。あいつ何点取ってる。21点。おっぱ、あいつパーフェクトヒューマンじゃねえか。さあ来ました。いやー、おお出てきた。え、危ねえ、ゴー。ああ落ち着け。あーディフェンスがいい。ディフェンスが、さすが俺 NBA。 こっちは誰も選ばれてないかな今年。わーお、決めたい。マジ？なんで決まんないの？ちょっと、いやさすが。あ無理。あー OK、ファルなら OK。 はい。いやちょっと完全にデュラントだなこれな。こいつあと離すとすぐ打ってくるから気をつけて。アンソニー・デイビス、あやばい、うーわ無慈悲。え、ちょ、なんやねんそれ、連携がなってないよ。操作してんの俺だけど。取れる。あ、どっか行っちゃった。待って、狭い。どういうところでポジション取ってたの。
さすが。あ、ごめん。ほっ。ああ、さすが。食らいつけ、オール NBA チームを倒すんだ。出ない。やっぱ時代はアンソーニー・デイビースなのかもしれない。すごい飛ぶの。来い。いやー、止めよう。ちょ、まだ分かんないよ。3ピリだしね、まだ。こいつの3は警戒だ。大丈夫、読んでる、読んでます。あー、すごいいいディフェンス、すごいいいディフェンス。そっちかい、強い。わお、母ちゃん、母ちゃん、なんとか食らいついてる。あ、やばい。うわ、何こいつら。こっちやってやっちまうぞ。完璧に読まれた。よし、イエス、アンソーニー・デイビース。やべえ、43、悪魔の数字だ。どうなってんの、どうなってんの。 OK、 ボックスアウト、しっかり。アンソーニー・デイビースが最強説ある。これ、もう一回、もう一回、ディフェンスがいいんだけど。ああ、間に合わなかった。あ、ラメロとか出てきた。そうだ、選んだで忘れてた。あ、トンプソンもいる。このトンプソンしかメーターめちゃめちゃ低いんだよな。選ぶか迷ったんだけど、飛び込め。そう、結構メーターがおかしい部分あるよな、通勤な。あー、はい、お前か。わお。あ、バムとか出、バム出てた。バムだってやればできるんだよ。ほら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 、あ、くそ。あ、あそこ誰よ。ああ、ああ、あぶねえ。え、どっち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 。マジ痩せてんなよ、ゲッチ。これ痩せっちになっちゃってんじゃん。トムソン VS カリーはなんか感慨深いな。こっちや。歩かなかった。ちょ、なんとか止めなくちゃな。ずるいよ、このメンツ。よし、読んだ。完璧に読みました、今のは。ここ決めたいね。よし、いいぞいいぞいいぞ。そうで、お前らだってやればできるんだから。それは無理よ。あ、でもかなり遅いだ。おお、ラッキー。さあ、どうする。ここは何としても決めたい。ファール、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 ファール。飛び出せ。飛び出せ。飛び出せ、動物の森。違うっけ、なんだっけ。集まれ、動物の森か。飛び出せもあった気がするんだけど。そんなこといいんだよ、今。ちょ、これは何としても止めたい。オッケー、チェック入って止めた。ボクサーとしっかり。よし、残り20秒ね。さあ、トンプソン。時間ないからね。フロッピーで、フロッピー。多分トンプソンだろ、これ。違うの。おい、フロッピーやってくれ。時間ねえぞ、もう。何それ、なんでやってくんないの。ああ、ひどい。よし、大丈夫。8分、あ、これ8分か。8分あるから取れるだろう。すごい、ファールじゃねえんだ。ダックラビーも出てるのか。あ、そしてデイム。
レイム？Then it's Paul George, and it's Adebayo in the center position. Now here's Levine. Oh, 決めた、すごい。まだ全然わかんないよ。ザイオンの使い道がよくわかんないんだけどな、俺。これ。なんで選んじゃったんだろう。メーターが高かったから。メーター基準。おつけ。シュート打ちにくいしな、あとそこなんだよね、やっぱり。ほじゃ、それは無理だ。もうちょっとステップバック打ちたいんだけど、大丈夫、止めれるから。すいませんでした。あー、大きい。それはそれは大きい。グレイ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 、いけるかな、これ。よっしゃ、いいよ。止めよう、ここ。止めたんじゃないと、リバウンド取れねえ、これ。すげえ。かけろかけろ、ジャイオン。外しやがったあ、リバウンド取れない。でもこれ、あ、もう一回。よし、かけろ。いや、読まれた。あれはどうすればよかったんだろう。ステップバックで自分でちょっと、あ、うわ、チャレンジコールしてあげる。我慢、もう大事な場面が来るはずだ。外せ、似合ってないぜユニフォーム。くそ、効かなかった、その攻撃は。アンソーニー・デイビスに入れて、あ、じゃあねえや、アデバイオか。さすが。うわー、ちょっとディフェンスが良すぎる。あ、もったいねえな。取れんじゃねえこれ。はい、チャージング、すげえ。決めたい、ここは。そろそろ決めたいよ。これいけんじゃね？チャンス。これ振りにしちゃまずいよ。おー、マジ？なんで決めない、デイム。どうするどうするどうする。あ、なんかディフェンスがおかしいぞ。そこまずいです。よっしゃ。いやー、やっぱこの2人は必要かもしれない。結局やっぱね、でかい、でかいのが正義。一物だってそうだろ。くらえ、くそ、落ち着いてる大丈夫、まだ3分あるから。入んないんじゃないこれは。マジ、誰、ザック・ラビンか。かかんないな。ここでかけたいんだけどね。時間がない。取れ取れた、あ、取れたろ今。う、あー、グリー。ただ止めても決めれなくちゃ意味がない。さあ、どうする。かけろ。危ねえ。アンソニー・デイビスかけて。おお、すごい。止めた。全然わかんねえぞこれ。これバトラーですよ、これが。オール NBA チームに俺らを選べと。あ、くそ、
これダブルチーム来るはず。決めてくれ。え、なんで決めないの。少し遅い。マジ、もうちょっと入ってもいいんじゃないかな。シューティングファールじゃないよね。すげえ、マジで。え、信じられない。あ、取れた。いい役。あ、ちょっと待って待って、目つぶっちゃって。あ、これ勝負あったな。タムが決めてきたか。マンバメンタリティだ、やっぱ。決めない、入らないね、なんかね、シュートね。いや、今ので勝負あったな。うわぁ、一気になんか点差ついちゃったね。ディフェンスいいなぁ。ほら、反応速度えぐいよ。出せない。どっちから来るの。やっぱこっちか。よっしゃ、最後完璧にボコされたじゃん。なんか一気にすごい点差ついたね。いた。え、どっち。おお、ブッカーのファウルか。いや、まあでも頑張ったんじゃないかな、オール NBA 相手に。え、何それ。レブロンがちょっと空気みたいになっちゃってる。わー、出てこい。よし、出てこい、動物の森。これ今さら最後のあのタム、タムだよね多分ね、スティール。あそこがなかったらまだワンチャンあったかもしんないんだけど。あとカイリーとかもうちょっとあれ決めてほしかったな。あのダブルチ、アンソニー・デイビスのダブルチームからの、何こいつ、ほんとこいつ。ダブルチーム行こうぜ。追い詰めよ、ここで。追い詰めよ、追い詰めよ。ほら。で、殴ってやっちゃう、最後。最後決めた方が勝ちだから。決めた方が勝ちね。タイムアウトめんどくせえからいいや。トムソン決めるよ。2。時間間に合わなかった。いやー、ちょっと勝てなかったか。俺が操作したのが悪かったのかな。ケビン・デュラント一本も落としてないんじゃない。一本も落としてないよ、あなた。21点。やっぱナンバーワンスコアラーだな。3もうちょっと、あ、でもまあ決めてるっちゃ決め、まあ、カイリーとか全然決めてないんだ。いい感じで打てたと思ったんだけどな。アンソニー・デイビスがいなかったらちょっとどうすることもできなかったかもしれない、この試合は。アンソニー・デイビスがいたからなんとかこう食らいついたところあった。俺 NBA チームってすごいんだな。明日は NBA ファイナルゲーム2。またね、新たにね、美容師さんから何人かね意外と美容師さんいるんだなって思った。そんないっぱいは来てない、いっぱいは来てないんだけど、あの美容師さんから何人か連絡とかコメントとかあったんで、ちょっと DM ください。はい、あのでも優勝しなかったらしないかんで、ね、ボストンが優勝したらもう本当あんま乗り気じゃないんだけど、髪の毛緑にするんで、よかったら連絡ください。撮影、あと撮影もさせてほしいです。ということで、ありがとうございました。さよなら。